アメリカ合衆国の初代大統領はジョージ・ワシントンですよ。そうですね。どうも、ケズノクライネです。ナイスガイスガイです。ヤマトです。ザイです。ゴージャンです。ですが、ですか、ですよ、ディッシュクイズ出た。伝統芸能です、ね、一番好きです。で、まあ、以前から続く、まあ、ですがですかですよシリーズの第3弾なんですけど、はい、僕ももうこれやると思ってなかったんですけど、いや俺は絶対やりたかったね。いやそう、なんかね10回ぐらい聞いた。その噂耳にしたんで、今回僕が問題、10問作ってきました。10問作ってきたから。はい、ということで、まあ、ルールね、長々と説明してもあれなんで、例でやってみましょう。いきます。問題。世界で一番高い山はエベレストですが、2番目に高い山は何？ケツ。正解。おー、まあこれ普通のデスガ問題ですね。普通だね。じゃあ次いきますね。問題。世界で一番高い山はエベレストですか？はい。はい。まあこれはね、エベレストが世界で一番高い山かどうか、まあ2択で聞いてるんで、まあ、はいかいいえでお答えいただくと。はい。で次いきますね。世界で一番高い山はエベレストですよ。そうですね。はい。そうですね。そうですね。これは単に事実を述べているだけなので、そうですねと返答するのが正しいですね。これエベレストですねって答えたらどうなる？あ、ブブ。知識をひけらかしちゃダメなんだ。そうそうそう。知識をひけ、あ、そう、いいこと言った。知識をひけらかしちゃダメなんです。ひけらかしたらダメね。そして次ね、問題。世界で一番高い山はエベレストですし、別名をチョモランマという山も当然何？エベレスト。正解。おお。まあこれまあですしって言ってるんで、ですしの前の言葉が必ず答えになりますね。これもですしの前で絶対答える。はいはいはい。今回10問正解で1ポイント、誤答はマイナス1ポイント。誤答したらその人はその問題お休みです。はいはいはい、マイナス1ポイントありますから。はい。古崎さんって前出てましたっけ？出てない。僕初挑戦。僕も初挑戦なんですね。ちなみに俺、僕めっちゃ強いですから。各動画見てください。そうなんだよな、これ圧勝してます。問題。日本で一番高い山は富士山ですか？はい。正解。よっしゃー。お前まだ続きあるかもしんない。ですがの続きなのだって聞こえたから押してますから。反応良すぎだな。これはやっぱ日本で一番高い山に勝つ知識深かったってことですか？そうですね、はい。富士山は5合目まで登ったこともあるし。バスで行ってるだけ。バスで行って帰ってくるじゃないですか。はい、これはね、ですかなので、はいかいいえでお答えいただいて、今回言ってる内容正しいので、はい、ね、そう、これやばい、言えるパターンのか。あ、そうだよ、そうだよ、そりゃそうだよ、あるよ。じゃあ行きますね、次の問題。集中、集中。問題。山手線を内回りに乗るとき、東京の次の駅は上野ではないです。上野ではないですか？はい。あ、山手線を内回りに乗るとき、東京の次の駅は上野ではないですが、御徒町の次の駅は上野ですよ。そうですね。なんで？なんで？なんですか？なんでこれが？これね、新作です。そうです。そうですね。そんなことなかったよ。間違ってること言ってたら、いいえと答えるのが鉄則だったんです。そうです。今回からはではないですがというパターンが追加されたんで、そこで判断することはできない。うわ、じゃあお前予習済みだったのこの。いや、ちょっと待って、教育強敵だわでも。でもそう、ではないってこさ、クイズやるなよと思ったんだけどさ、そうですねだからクイズじゃないじゃん。上野についての話題だったんで。でもまあ結構ありふれた会話だと思うんで。ありふれてはないよ。東京の次上野だなって思う人、あの東北新幹線乗ろうとする人。いきます、問題。この企画1問目の答えははいですし。はい。正解。ですしをちゃんと聞いていた。いやこいつクイズ強え。問題いきますよ、この問題。この企画1問目の答えははいですし、この企画8問目の答えも当然ない。はいですね。大丈夫？大丈夫？まあちなみに今日の、まあ、ボタンの押し記事に言うと、僕が問題って言ったら、あの、もうの段階で押していいですね。もうの段階で押していいの？まああともう僕、問題数言わないんで自分たちの頭の中で考えて。やばい！やべえ！ちょ待って、いやもう6問もやってるもんな。ねえ、もうこう折り返しか。時そば？時そば？今何時？今何時？いや、何時？問題。クラシックの名曲で、
幻想交響曲の作者はベルリオーズですが、幻想即興曲のやばい、やばい、やめてやめてやめてショパン正解。うわー、なんでだよ、クイズうんもいいです。この流れ的にそろそろクイズ来ると思ったんで、今の推しポイントダーだろ、せめてまず3択、まず3択、まず3択、まず3択だ。はいかいいか、そうですねもある、そうですねもある、4択だ、4択だ、おいおいおい、何当ててんだよ。前回の林と一緒です。それでは行きたいと思いますね。あーやばい。問題、アメリカ合衆国の初代大統領はジョージ・ワシントンですよ。そうですね。よし、あやべい、終わるなよ。よし、はい、短い、今回短い問題が短い。あなたやっぱ1の時が僕の印象では一番あなたが強くて、でその時はやっぱね、長文長文長文の一番最後までですかかですよのもうほぼここをいかに聞くかみたいな、確かにそれがめちゃくちゃ強かったの。なるほど、ね、この人長文の鬼なのだ。長文の鬼で0点1点0点3点置いて、これはちょっと運にも頼っていかないといけない段階で。もう運始まる。問題、ベルリンを首都とする国はスイスではないですか、ベルリンを首都とする国はスイスではないですか。5 4 3、いいえ正解。諦めた日本語。え、なんか変な日本語でしたか。日本語でしたよ。それ俺らがベルリンってスイスの首都だよねって言ったら言っていいよ、それ。なるほどね、前提があれば、前提があれば言っていい、前提があれば。山本副長来た来た来た、取り戻したよ。はい、それでは次の問題いきます。問題、ブレスレットは手首につけるアクセサリーですよ。なんでだよ。なんで。そうですね、正解。よし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 。変な読み方すんなよ。ブレスレットとかって言うのよ。ありがとうございます。やっぱブレスレットとアンクレットに関してはアンクレットなんしてねえだろ。はい、じゃあそれでは次の問題いきます。問題、あー5、はい正解。なんでだよ、なんで来てなかったんだ。早いですねこの問題。スーパープレー。爆速のクイズ王も書いてあったんで、もうできますね。はい。東武伊勢崎線の駅、森林前駅において、平日の最初の館林方面の電車は5時46分発ですか、平日の最後の館林方面の電車は0時29分発ですか。はい。おお、詳しいですね。電車に。の電車も押さえてるんです。知らねえ。いや、これやっぱさすがクイズ王だなと思って。いえいえ、任してください。全部分かってたんで。館林の問題も出るなって思ってた。あー、全部分かってた。全部分かってた。問題ももう一回言ってもらって。問題、室町幕府初代将軍は足利義満ではないですし、つまり足利義満ではない。正解。このパターン、このパターン。室町幕府初代将軍は足利義満ではないですし、妻に日野富子を持った室町幕府第8代将軍も当然どう。どうどうやだこの問題、やだではないって言ったから、ですしはないって消しちゃったでしょ。もう消した消した。そう、そこなんですね。やばい、やばい、これ経験があだとなってる。ということで2点2点1点3点わあ、ね、取ったら優勝ね。同点優勝ある。そうだね、いや取って単独優勝する。最初問題でございます。いける、まだいける。問題、6の十乗は6046万6176ですが、7の十乗は2億8247万5249ですし、49。やばい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 。2億6542万7の10乗でしょ。いくつになるんだ1のくらい。3 2 1。49の5乗も当然何。そりゃそうだ、そりゃそうだね、そりゃそうだな。無理だよ。ちょ、もう一回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 。いや、イネさん復活していいっすよ。お復活きた。よし、いきますよ。6の10乗は6046万6176ですが、7の10乗は2億8247万5249ですし、49の5乗も当然何。うわ、ちょっと待って、あー、また覚えられなくなった。もう一回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 いきますよ。6の10乗は6046万6176ですが、
7の10乗は2億8247万5240。2億8247万5249。正解。今日の質問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知もにしてください。概要欄に、Twitter や LINE の情報もあります。それぞれ見てください。それではさよなら、またね。うわ、いかれた、いかれた。いや、やっぱ長文だったんで長かったから長文の鬼が長文ということで、1点、2点、2点、3点で鶴崎さん優勝。イネイさん惜しかったですよ最後ね。いやそうね、最後デスし聞くともう押しちゃう体になってそれがアダとなったよ。アダとなりましたね。影響アダになること多いね。影響アダにさせるようにしてるということで、今回はですが、ですか、ですよ、ですしクイズやっていきましたけれども、意味不明ですというわけで、ポーちゃんを祝ってチャンネル登録、高評価、SNS のフォローの方よろしくお願いします。それではさよなら、さよなら。